食べ。慌てずに食べな。何か心当たりはある？確か仕事で自殺者が多く出てるビルに行くって。もしかすると呪いの類が関係しているかもしれないな。そのビルを調べてみようか。食べ。慌てずに。このビルだな。入り口を探すか。どこから入るんだろう。この辺りに妙な気配を感じる。よく調べる。
ぞ。順調だ。この辺りを調べるのが先だ。何かの気配がする。妖怪？見つけたぞ。ここから入れそうだ。威勢のいいやつだな。なんか変だな。俺と変われとか。悪霊には違いない。だが少し気になるな。生きてる奴は俺と関われ。
でこいつらが呪われているみたいだ。どこかにないか探してみようぜ。じゃあこの人も呪われたのかな。
ここから出ていくんだ。呪い殺されるぞ、逃げろ。もしかしてこの人があの霊の言っていた恋人かな。かもな。だがこいつも悪霊だ。やはり呪いがあるな。元には戻らないの？呪いが原因なら元を立てば戻るはずだ。やつはこの上にいる。よし、それならそいつを探し出すから。やつはこの上にいる。いた。あいつが呪いの元凶か。追うぞ。笑わせるぜ。あれで隠れたつもりが。余裕で倒せたね。言うね、アキト君は。お前がこのビルの呪いの元凶だな。ここで死んだ誰かを殺すまでだね。死んでからもずっとここにいろ。嫌なら誰か殺せ。胸くその悪いやつだぜ。さっきの悪霊？あいつが消えたおかげでビルの呪いは消えたようです。一体ここで何があったの？あいつはここで死んだ者に呪いをかけるんです。誰かを呪い殺すまでビルから逃げられないという。そうか、だからここで自殺者が続いたのか。ったく、ところてんみてえなシステムだな。僕も逃げ出したかったけど、自分のために人を殺すのはできませんから。そのせいで大事な人を待たせちゃったね。どういう意味ですか？せっかくだから外の空気吸ってこいって意味だよ。
くれた。ありがとうございます。ようやく彼に会えました。ずっと信じていてよかった。彼女がずっと僕を待っていたなんて、それを知っていたらもしかしたら僕も。いや、それでもお前は人を殺さなかったと思うぞ。そういう人だから彼女も待ってくれたんだろうね。そうですね。ありがとうございます。地道にやるしかねえな。